菅前総理大臣や小泉元環境大臣らが道東白糠町の専門学校などを訪れ、脱炭素社会に向けた取り組みを視察しました。今日午前、菅前総理や小泉元環境大臣らが訪れたのは、白糠町に今年開校した掘削技術を学ぶ専門学校です。再生可能エネルギーの一つ、地熱発電に欠かせない掘削技術者が不足している現状について説明を受けました。また午後からは、寄付額が昨年度全国第4位となった白糠町のふるさと納税を使った地域づくりを視察するため、使い道となっている小中一貫校を訪れる予定です。